こんにちは、すみやです。今日はドワーフ3のスケジュール機能を使ってバラ星雲を赤道儀モードとダークファイルを撮影して撮ってみました。そして赤道儀モードなので60秒までの露出ができるので、それで撮ってみました。60秒でやるとね、サブファイルの枚数が4分の1に激減するので、内部ストレージがいっぱいになることなくたくさん撮れるっていうメリットがありますね。はい、もちろんドワーフ3には 100GB ぐらいのねストレージ容量があるんで、シースターよりも 64GB よりも2倍のストレージ容量があるんですけれども、1枚の画像が 4K の画質になるので、かなりね大きなファイルになってしまいます。それをね節約するためにもね、15秒ではなくて60秒で撮影すればシースターの6分の1、それから15秒のドワーフ3の撮影の4分の1ぐらいのストレージ容量で済むので、1日でねいっぱいになることはないのでいいかなと思います。60秒で撮影するとね、1枚の画像が非常に鮮やかな色彩で撮れるので、最後のね全体の画質も向上するんではないかなと思います。ただしね、スタックエラーがやはり増えるので、その分除外される映像が多いので、どっちがいいのかまだね検証できていませんけれども、そんな感じでね昨日は実験的にやってみました。それから赤道儀モードで使う時にはね、このドワーフ3専用のミニ三脚を足をですね一番低くまで広げちゃうと、ちょっとね高さが低くなってフェンスの高さに負けてしまうので、この中間のね三脚の足の広げ方にすると非常にいいような感じですね。はい、屋上の真ん中に置いてあるので、だいたい高さがそうですね30度ぐらいの高さの天体が撮れるような感じです。まあこっちだとね、北向きだと20度ぐらいかな、はい、15度か20度ぐらいでしょう。まあ西もね20度か25度ぐらい、南が30度、東が20度ぐらいかなの天体ならちゃんと入ってくれるので、屋上のほぼ真ん中に風がない時にはね置いて撮影するのがいいんじゃないかなと。じゃあちょっとね立ち上げてみましょうか。はいはい、これでアプリが立ち上がるっていうのがすごいですよね。はい、立ち上がりましたよ。はい、で今ね赤道儀モードになってるんですが、ちょっとね赤道儀モードのやり方を変えてみましょうか。はい、天体にして、そして赤道儀モード、はい、今すぐ実行。システムエラーになっちゃいましたね。はい、明るすぎんですかね。はい、構成にしてみましょうか。キャリブレーション中です。まあ昼間なのでね、星のキャリブレーション成功しないはずですが、とりあえずやってみましょう。はい、頑張って調べてますが無理ですね。はい、明るすぎますねドワーフ3、昼間なのに天体を撮影しようと頑張っています。はい、かなり過酷な状況に追い込まれています。全然見つからないよって言ってるのかもしれませんね。はい、これは無理だな。キャリブレーション中、9分の0、1枚も撮影できないなと言っているのかもしれませんね。はい、はい、キャリブレーション失敗です。 OK です。
こんな感じで、はい、だいたい水平になりましたね。実はダークモードを撮影するにはここにソーラーフィルターをかぶせて、そしてこのレンズをね、中に収納します。そしてダークファイルを撮影するんですが、その後ね、またキャリブレーションやったりとか撮影に入るんですけど、一つの大きなねミスを犯しました。実はこのソーラーフィルターを外さないでね、キャリブレーションやったりとか天体の撮影をしようと思ったらエラーが出てしまいました。まあこれがね、つけてると夜の天体は絶対撮れないので、これを外すようにしないといけないという注意点がありますね。この辺だけが手動ですね。ダークファイルを撮る時のソーラーフィルターをかぶせるっていう機能は自動ではなくて手動ですので、後で外し忘れると天体の撮影ができないというトラブルが起こりますので注意してください。はい、あ、アルバム見てみようか。昨日のねアルバムはこれですね。うん、バラ星雲がよく出てますね。はい、何枚撮影したんだろう。ちょっと後でデータを確認しますが、周りのノイズが斜めのね、境内モードで撮ると斜めのノイズの帯が出るんですけれども、この赤道儀モードで撮ったものを見るとね、左端にちょっとねノイズらしいものがあるんですけども、斜めのね三角形のノイズは全くないいうのがいいところですね。ダウンロードしときましょう。はい、ダウンロード完了です。どこにダウンロードされているのか。フォトにダウンロードされて、あ、フォトにありましたね。うん、フォトにありましたよ。でこれで編集をしてみようか。補正、あーいいね。ダイナミック、あ、ダイナミックいいね。補正、ウォーム、クール、なるほど。ウォームっていうのがすごいね。はい、こんな感じでね、バラ星雲すごいですよ。 Google Pixel の簡単な編集作業だけでここまでできちゃいます。いや、素晴らしい。はい、保存しとこう。コピーとして保存。はい、保存されました。素晴らしい。はい、バラ星雲すごいですね。 Google Pixel に保存してちょっとね編集するだけでここまでできちゃうっていうのがすごいですね。はい、ちょっとレンズを守るために、ついでに太陽も撮っとこうか。ああ、太陽が入りましたよ。太陽追跡。はい、太陽追跡始まりました。で、これで天体モードにすればいいんだな。ああ、映りましたね。いい感じですね。うん、なかなかいい感じですね。はい、赤道儀モードで太陽を追跡しています。赤道儀モードで太陽を追跡すると何か違うのかよく分かりませんが、とりあえずやってます。まあ経緯台と違って天体がね回転を抑えられるので、さらに高解像度になるんではないかなと思われますね。スタック7枚までいきました。あ、こんな感じですね。まあ、実際の大きさはこれぐらいなんですが、デジタルズームするとね黒点がよくわかります。はい、こんな感じです。まあ、現在はスタック10枚、あ、47枚中10枚、だんだん解像度が上がっていくかもしれませんね。はい、まあ、こんな感じでね、赤道儀モードで太陽も撮れました。はい、月も撮れそうですね。はい、
いい感じです。そうするとね、月とか太陽がタイムラプス撮ってもね、回転しないので、模様の変化っていうか月の満ち欠けの状況だけが回転しないで撮れるんではないかなと思われます。それから太陽もね、自転の様子が、太陽がぐるーっと回転することなく撮れるのでいいかもしれませんね。はい、今度タイムラプスでね、太陽を長時間撮ってみたいなと思います。今スタック18枚まで行きました。うん、なかなかいい感じですね。はい、手動でピント合わせもできると思いますが、これは天体ばっかりだな。はい、はい、太陽も撮れてますよね。はい、赤道儀モード、皆さんもね、ぜひ使ってみてください。ドワーフ3スマート望遠鏡でね、赤道儀モードが使えるのは今のところドワーフ3だけです。はい、しかもね、赤道儀に最適なね、ミニ三脚もオプションで買えますので、ぜひね、このセットで天体観測楽しんでみてはいかがでしょうか。まあ両方合わせてもね、2キロぐらいの重さですので、山に持っていくとかね、キャンプ場で手軽に天体観測を楽しむのに、本当に遠征専用のキットですね、これね。はい、遠征専用キット、これはすごいですよ。新月だからね、ちょっとキャンプ場に行ってね、撮影したいところです。はい、もっと空の暗いところでドワーフ3試してみたいと思っています。はい、そろそろね、300台届く予定ですから、その次もね、1000台ぐらいがね、1月中には多分届くと思いますので、ドワーフ3でこの冬天体観測をみんなで楽しみましょう。コシューティングが来ればね、もっといろんな楽しみ方ができるし、それからパノラマ撮影自動でやってくれる機能が入ってくれば、さらにさらに楽しみが増えますね。新幹線とかバスでバックパックに入れてね、運べるこのドワーフ3、素晴らしい天体望遠鏡に仕上がってますね。さらにこれからね、アプリが向上して、もっといろんな機能が使えるようになる。で、マイクとスピーカーがついてるので、今のところね、マイクとスピーカーをどういうふうに使うようになるのかっていうアップデートの情報も全くないんですけれども、音声でね、バラ星雲撮ってくださいとかいうふうに言えば、もうそんなことができるかもしれませんね。ドワーフ3の赤道儀モード、恐るべき機能ですね。ドワーフ3は最初からね、その赤道儀モードを意識してこの望遠鏡自体が作られているっていうところがすごいですよね。今注文してもね、1月中には届くかもしれませんので、概要欄の方に予約購入サイトの紹介がありますので、ぜひそちらから申し込んでみてはいかがでしょうか。今から注文しても来年の1月には届くんじゃないかなと思われます。ダークファイルを撮ったり、さらに赤道儀モードで撮ったり、60秒の露光で撮ったりとかね、いろんな機能が楽しめます。はい、素晴らしいです。もはや天体望遠鏡はドワーフ3 1台で十分天体観測楽しめる時代になってますね。もちろんシースターも素晴らしい望遠鏡ですが、シースターを超えるいろんなね、新機能が出てきてますね。シースターのね、インテリジェントノイズ除去機能もね、素晴らしいですが、多分ね、ドワーフ3にもそういう機能がね、もうすでに AI ノイズリダクション機能が入ってますので、十分楽しめます。はい、皆さん、ぜひね、ドワーフ3で天体観測楽しんでみましょう。本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。さようなら。チャンネル登録
グッドボタンよろしくお願いします。8